11月15日に発売されるファッション雑誌、ナイロンジャパンの表紙と裏面のダブル表紙で、平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんによる新グループ、ナンバーアイが起用されたことが発表され、話題となっています。彼らは、海外でも、同志で初めて登場し、表紙以外にも中面合計36ページ。 一万字以上のロングインタビューが掲載され、非常に豪華な内容となっています。11月く日現在、予約可能ですが、アマゾンやセブンネットショッピングでは、発売日当日の配送はできません。多くの注文が集まっているため、ファンの盛り上がりも大きいです。また、再スタートの初雑誌として、ファンの間で感慨深く思われています。始まりはいつも一緒だと言われることで、 それが嬉しいと思います。SNS には寂しいけれど嬉しいという声がたくさん寄せられています。また、ナイロンジャパンの公式 SNS は、ナンバーアイが表紙を飾ることを告知し、さあ、その内容をお届けしたいことがたくさんあるのに、今は文字数が、この詳細は Web で、36ページのラブレターを受け取って、と投稿しました。 各校の頭文字を取ると、さあ行こう、という読みを仕込んで、3人の始まりにエールを送っています。そして、その際も、同志は縦読みを仕込んでいました。2022年11月8日、平野さんの脱退発表後、ナイロンジャパンの公式 SNS は、中面 12P で平野さんのバキバキなスタイルを披露し、 ガンダン未来に進む平野の姿、ニュージェネレーションのキングの光輝く未来を感じて、と投稿しました。また、頭文字の縦読みには、頑張れ、というメッセージも仕込まれていました。その思いが、ナイロン、のインタビューでも強く伝わっていました。2022年11月当時、平野さんは、俳優業には興味がなく、 とにかくコンサートをやってみたいと答えていました。有名な都市よりもあまり知らない場所に行ってみたいです。例えば、昔ながらの文化を大事にする先住民族の方々が住んでいるような土地でやりたいですね。派手なパフォーマンスを先住民族の方々に披露したいですと、さすがと思わせる企画外のコメントをしていたのです。現時点で、ナンバーアイの3人は SNS で ファンと交流をしたり、雑誌の仕事がメインですが、来年以降、本格的にアーティストとしての活動をスタートし、その後世界に繰り出すのでしょう。まずは、東京ドームでライブを成功させて、世界へ取り出し、ゆくゆくは、先住民族の方々にパフォーマンスを披露する。パワー溢れる平野さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの新たな活動が見られそうですねと。 前での女性誌編集者は話していました。また、同じく、t u b e 所属の元キスマイの北山さんが、初のデジタル楽曲、ラン、と11月日に配信し、ソロデビューすることが発表されました。北山さんのソロデビューを受けて、ますます平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんによる、ナンバーアイ、 のデビューに期待を寄せる声が急増しています。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人は、トゥービーに合流して以来、ずっと注目を集めています。北山さんがソロデビューを発表したことで、次はナンバーアイの出番です。来週渡りこそうな気もします。北山くんもファーストシングルリリース。3人もドカンとぶちかますために今は準備運動してんだろうな。 楽しみだ。ナンバーアイ。北山くんもファンの方もおめでとうございます。ナンバーアイもそのうち来るかな。待ってる時間が全然辛くないのは三人のおかげだ、といった声が多く寄せられています。結成発表が行われたのが東京ドームだったことから、デビューライブの庭はセカンがあります。滝沢秀明氏の会社、t u b e ーは今年4月に、 公式 YouTube チャンネルでオーディションの様子を公開していますが、その後の結果などはまだ公にされていません。そんな中、オーディションに受かったいわゆる、t o o b ジュニアのお披露目も兼ねたナンバーアイ。そして、北山さんや三宅健さんも集うイベントが、それももしかしたら、東京ドーム公演が来年初めにも行われるかもと噂されているようです。 一つ聞こえてきているのが、トゥービーが今、外部に振付師を募っているという話です。大勢でダンスパフォーマンスをする場合、曲に振付を当てる振り入れをしますが、これが12月に行われる予定です。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんのダンスの腕前は抜群で、オリジナリティあふれる踊りもこれまで何度も披露してきました。外部の振付師は、 バックダンサーやキッズたちへの振り付けのために必要です。レコード会社関係者によれば、大勢のバックダンサーが必要なのは、ライブコンサートの開催のためです。一般的に、一曲の振り付けを完璧にマスターするには、一ヶ月かかると言われています。振り入れは12月にスタートするという話なので、本番は、2024年頭の1月頃になるでしょう。そこで、トゥービーは北山さん。 三宅健査、インパクターズ、そして t o ビ b ジュニアも登場するイベントを開催し、ナンバー映画デビュー曲を華々しく披露する予定です。トゥ o b は、旧ジャニーズや韓国の大手、プロダクションに負けない存在として示されるでしょう。トゥ o b の看板を飾る華々しいライブは、デビュー曲を発表する最適なシチュエーションだと、レコード会社関係者は話しています。平野さんは、 ナンバーアイの結成発表の際、コンサートは必ずやりたいですね。ファンの皆さんと思い出を作りながら、大きな関係性を築きたいです。とファンに呼びかけました。その願いがもうすぐ叶う予定です。3人の今後に注目です。ご視聴ありがとうございます。ぜひ、お楽しみに。ヒャリーパメパメがパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、 賃貸プレセ NTS ケリーパミパミシーハプターゼロをタッチはようユアハートをでは、キャリーが自身の趣味や興味のあることについて話し、叶えているゲストを迎えながら、様々なエピソードを本のように紐解いていく。10月22日と10月29日の放送では、セクシーゾーンの中島健人さんがゲストで登場しました。クロストークのテーマは、挑戦、で、 中島さんは、1984年生まれで現在29歳。